ルト大スターラジオラジ。ジみなさんこんばんは。ワールド大スター大鳥ここな役の岩見もなかです。皆さんこんばんは。同じくワールド大スター静香役の長谷川郁美です。この番組は演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在各プラットフォームにて配信中、そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムも絶賛配信中です、うん、始まりました49回目。49。さて今日のタイトルコールのテーマなんですが、なんだなんだこれ結構当てられたらすごい本当にそうですよ、うん、これはすごい1% もいないんじゃないぐらいの、ね、逆に当てられたら怖い。確かになんで知ってるみたいな感じだってめっちゃ怖いよね。めちゃめちゃ怖いです正解は、はい、本日11月30日、私の母上そして私の兄上の誕生日ですおめでとうおめでとうということでちょっと、ま、真似みたいな感じでやったんです。そう全然似てないわ。私も全然しっくりこなかったですめっちゃ可愛かったよね。でもうちの母よく笑うんで、いいね、可愛い可愛い笑ってやりましたけど、うちの兄ちゃん逆にこうあんまりテンション、うん、ガッと上がるタイプでもないっていうね。似てます？どうなん、あ、まあ、タイプ近いかもしれないね、うん、冷静だけどでも面白いこと言うみたいな感じ。コミュ力高そうなイメージ。あ、高い。まあ、じゃあ似てますねそこはだけどコミュ力がある。うんうんうん。兄弟の血だ。兄弟の血だ。血のつながりを感じる。はい、でも確かにまなかちゃんもよく笑う。あ、確かにもううちはもう本当母の血ばっかりついてるぐらい、中身そっくり。濃いめなんだ。母の血濃いめ。でも母はもっとなんだろう、すごい気にしいです。私も成長とともになんかもうまいっかまいっかの精神が生まれてきたんですけど。でもいいね。はい、母ももう。とびっきりいい人厳しいだとまあ疲れちゃったりもするからね。 それがちょっと薄まってる方がちょうどいいかもね。そうですそうです、やっぱ鍛えられましたね、うん、人生に、うん、人生に鍛えられる何があったのいやですけど今日はなんと、はい、先日のライブの感想スペシャルとなっております。そうなんです、お待たせしました、たくさん届いて、うん、ありがとうございま す, います皆さん。でたっぷり紹介していきたいと思います、はい、それでは最後までよろしくお願いします。ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ。改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。では早速、先日開催されたワールド大スター劇団シリウス主催合同音楽公演イントヨスピット確かにワナビーアスターの、あ、覚えてる感想、そこまで振り返っていきましょう。そうだ、これってシリウスが主催してるんだわ。そうなんですよ、まあ、だからシリウスの面々が一番多く出てるて、そうだね、うちらがゲストでお願いしますって、はい、他の劇団さんでやってるってことかってことかもしれない。でもあのフルタイトル何回言ったんだろうってぐらい公演中も、確かにね、一番言ってたからねあ、これ略さずに全部大事に言っていくスタイルなんだと思いながら言いましたけどそうなんです、夜の公演にねお越しいただいた皆様はお分かりかと思うんだけど、はい、主催が言いにくい。主催が、はい、そうだね、あったね、そんなこと主催って言いにくいね。うん、温かな空気のねおかげで救われましたけど、うん、いやね、ここに瀬取りがあるんです。瀬取りだ、うん、まあ、ワナビスタからね、うん、17曲やったんだトータル。そうです、アンコールの夢のステラリウム合わせたら17曲でしたね、うんうんうん、わあ、もう懐かしいな。確かに結構ね間が空きましたからね、うん、そうだね、ライブから。でももうすごい盛り上がりというかもう満席でしたよね、うんうんうん、同日ですもんね、もう 両公演っていうんですか、両公演、両公演も、うん、昼夜満席で、なんかペンライト、なんかキャラ数が多かったから、うんうん、ペンライトの色がばらついてたじゃないですか。 あれがなんか新鮮だったというか、うんうん、こう自分の色探しちゃったりとか。確かにね、しましたね。でもやっぱ各々が喋るときはちゃんとそのね、うん、キャラの色に変えてくれてね、みんな嬉しかった。嬉しいね、本
当に八重ちゃん頑張った。いや一番頑張ってました。いや本当私もう本当めちゃくちゃ痛くてリハの時からずっとねマリアちゃん頑張ってやってて、うん、でも本当に頑張ったって、うん、私もリハの時からずっと見てて、うん、もうすごいねやっぱ八重ちゃんといえば我々シリウスのエースと言いますかね、うんうん、本当そうですよ本当に。だからこそこうねアニメの方でもすごく頑張っていらっしゃいましたし、うん、ライブでもやっぱり本編をなぞってこうセトリを組んでいただいてたので、うん、一番多かったんでね。そうだよね、うん、曲続けてだもんねー。やっぱ曲のやっぱり系統も全然違うじゃないですか。そう魔法のラストノートすごい可愛い魔人で歌ってたりとか、うん、かと思えばやっぱり次八重ちゃんとしてだもんね。そうなんですよ八重ちゃんのニューノスタルジックフレンド。そうだそうだそうだそうなんですよ。じゃあもう八重ちゃん急に魔人のあの感じから八重ちゃんになってからのクリスティーヌになってっていう素晴らしい、ね、本当にかっこよかったんですけど、ね、私結構カトリナちゃんのソロ、うん、ワナビスタの次、うん、夢見つきよ、うんうん、これ私結構リハ見てても、うん、鳥肌立って。いやよかったマジで。やっぱサリンちゃんうまいというか見せ方もうまいし、うん、表情とか目線とかもう素晴らしくって、うん、だからなんか、なんか CD 音源そのまま聞こえるみたいな。なんかもうリハっていうかその当日のリハもめちゃめちゃうまかったけど、はいはいはい、本番特によかった、うん、よかったですよね、うん、めっちゃ良かった。鳥肌立っちゃいました本当に、ね、しかも一人でソロトップバッターですから。いやそうですよね。かぐやそうだよから始まって我々は忘れな歌、うん、はい、やってね、一緒に歌わせていただいたりとか。そうだね、当日合わせでしたもんね。当日合わせだった、うん、一緒に当日までできなかったから それまではダンサーさんと私はこう手を合わせて、そう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 、目を合わせてニコリとやってたんですけど、そうそうそう気まずいってでもやっぱ不思議と本番って目合わせられるものですよね、うん、本当に思った。うんマジでリハずっと気まずい気まずい。人と目合わせのあんま得意じゃなくて。わかります。だからしかもなかなかの距離じゃん、もう触る距離だからさ、はい、の状態でしかも歌ってたらなんかさ、はいはいはい、なんかちょっと雰囲気作った顔面でなんかもえ素晴らしかったですよ本当。怖なんかもうえはずみたいなって思ったけど全然だったね、うん、全然綺麗にかぐやの顔されてて、うん、でも私結構それが多かったんですよ、うん、その忘れの歌もそうですし、そうだよね、ニューノスタルジックフレンドもこうやってやいちゃんと、うん、ヘイヘイヘイやってからのマスカレードもなんかマスカレードこそ、うん、本当になんか今日真顔で、あそうかそうか、あれアニメの演出なんですよ、取り入れていただいて。そうかニューノスタルジックだともうなんかノリのこの、うん、そうですそうですって感じだけど、まあ、アラジンとココナの間ぐらいの感じでやってて、 それこそそっかそっちはマスカレードはもう作りまくったこの、ええ、あったじゃないですか、あのオペラ座の怪人の演出でこう鏡を隔てて、うん、ココナと八重ちゃんがこう必死に訴え合うじゃないですけど、うんうんうん、それがやりたいっていうので振りで入れていただいたんですけど、恥ずかしいっていうこうなんかね、でも本番はやっぱりうまくこう、うんうん、気持ちも入っていけましたね。あ、ね、とこれ名もなき恋人よ。いやこんなのマジでなんか泣いてます。泣けた。でも本当も私も見ながらリハ見ててやばいってパンダちゃんがいるよっていう演出も素晴らしくって、でも本当にサスのもうサスがいたって感じで素晴らしい、リコチさん本当に素晴らしい歌声とね表情とね、しかも男役やってる時のサスの歌声がもう良すぎる、本当に本当にめちゃくちゃ素晴らしかった。もう二人でも見たいなって思いながらねなんかリコチさんも言ってましたけど、サスが全パート歌う案もあったみたいな、ね、らしいね。でもやっぱり音源ですけどパンダちゃんの声流してっていう演出になって、うん、スポットライトがそうだ、ね、パンダちゃんのいるところをあれでよかったなって思いましたね。いやマジであれが見たかったって感じだった、ね、そろそろお便り読んであげる。あそうだそうだやばいやばいすいませんすいません、みんなの読むやとか
めちゃめちゃ硬じゃん飲みにも行けてないですよね。そう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 全然打ち上げとかできてないんで。そうです。じゃ読んでいきます。すいません、はい、お待たせしました。ラジオネームトロメアさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、瀬川さん、こんばんは。こんばんは。劇団シリウス主催合同音楽公演 in ウスピットワナビーアスター、昼夜公演ともに参加しました、うん、もう本当に本当に最高の時間でした。ワナビスタから幕を開けた公演はアニメの曲で見ていた時の思い出がよみがえり、夢スタの曲ではシリウス以外の劇団も目の前にいて、アンコールはまさかの全体楽曲、歌も衣装も素敵なのはもちろんのこと、振り付けがあまりにも素敵で印象に残っています。忘れな歌やニューノスタルジックフレンドをはじめ、手を合わせたり、見つめ合えたりする曲が多く、関係性のオタクに刺さるあまりにも尊い振り付けでした。そうだろう。キャラクターたちやそれぞれが演じる人物、物語が振り付けで丁寧に表現されていて、ライブでもあり舞台でもあるような二度おいしい公演でした。また舞台の上で輝くみんなに会えるのを楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しい。そうなんですよね、キャラクターの関係値だったりとか、うん、劇中劇のね、本当もう素晴らしい振り付けとか、うん、ワールドダイスターだからこその振りでしたよね。お芝居チックでもありみたいな。そうね、うん、ワナビスターでね、うん、いやなんかあれ開幕って感じしたもんね。ワナビスターってなんか、うん、すごいリハの時の最後なんかあそうだダーンで終わるそうやつで、なんか全体の映像マネージャーさんが撮ってくれてたやつ見たら、もうなんかこっちまなかちゃんから向こう側はもう完璧だったんだけど、はい、私とマリアちゃんがもう前にやりすぎてもうすっごい気持ち悪い感じになってやばいやばい全然決まってなかったんですよね。そうそう、もっとこうしなきゃいけない、うちら前に横に開いてみたいなそう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 いうのがこれつつ修正修正って良かったですよ。そうそうそう、リハというものがあって良かったなって、そう良かった思いながら、あの私あれなんですよ、舞台の上で輝くみんなに会えるのっておっしゃってるんですけど、うん、朗読劇やりたいって思って、うんうん、ライブもいいんですけどね、うんうんうん、朗読劇めっちゃ楽しそうじゃないですか。演劇ものだしね、うん、なんか朗読劇の中にちょっと曲を挟むみたいなのも良さそうだなって。またやいちゃんが大変そうですね。まあ、ココナも絶対大変ココナも、ね、次ぐらいに、続きましてラジオネームなべさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。劇団シリウス主催合同音楽公演トヨスピットワナビアスターお疲れ様でした。マスカレードでかっこよくファントムを演じたり、終始とびきりの笑顔で歌っていた岩見さんと、安定感のあるクールな歌声でパフォーマンスをしていた長谷川さんが、まさしくココナちゃんと静香ちゃんがステージに立っているようで感動しました。アニメの劇中歌パートではキャラクターが演劇の役を演じるというワールドダイスターならではの良さをキャストの方々の歌声や振り付け、表情から実際に体感することができ、最高に楽しいライブになりました。またトゥーオブアースで2人でハートポーズをしたり、わちゃわちゃ掛け合いをする岩見さんと長谷川さんがめちゃめちゃ可愛かったので、次回のライブがあればフルで見たいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、テレビサイズテレビサイズねえ、そうなんです。そうだ、トゥーオブアース可愛かったですね、振り付け。うん、ね、あれもちょっとなんかトゥルルそわそわして最初見た時え、なんか照れちゃうんですよね。そう、なんかこんなに大々的にハート作るのなかなかないよでもね、二人のね、そうそうそう、なんか信頼とかなんかね、二人で一つみたいな、うんうん、なんかそういうのが表現された素晴らしい振り付けでしたね、うん、いや本当にでももう静香ちゃんの歌声が、うん、うますぎて、本当、はあ、イヤモに通じてうまって思いながらちょっと聞いてましたね。いやー、うん、でも安定感がやっぱり、いやーよかった。なんかやっぱそこはね、うん、ちょっと私はまあ舞台上がってる立場ではないですけど、やっぱこう理想像みたいなここなのね、っていう部分ではやっぱりそこら辺もちょっと引っ張っていけないといけないなっていう、素晴らしかったですよ。でもなんかやっぱ、うん、そのこう歌って踊るっていうのが、うんうん、私になんていう作品的には2回目、はい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 、今まで別のコンテンツのやつでしか、うんうん、のキャラでしか歌って踊ったことがなかったから、はいはいはい、今回なんか初めてその子じゃないキャラでこう歌って踊るってなって、うん、あ、キャラが違うとこんなに表現の仕方ってなんかこう、うん、わかんない、伝わってるかわかんないけど、こう自分の中では全然違くて、わ、うんうん、かります、そうめちゃくちゃわかります。なんかただ例えばこうやってやるだけでも、うんうんうん、なんか静かだとちょっと自信満々で、うん、もうパンって
って言われるから、自信ありげにこう力もちょっと込めてみたいな感じで、やっぱ表現自然にしたくなるんだなって思った、やってて。私も同じ感じなんですけど、やっぱココナちゃんってあの自由に動いていいですよみたいな時、駆け巡りそうだなって思って、自分だったら絶対やんないけど、なんかやろうとか、ちょっと振りも若干大きくやってみようみたいな、そういうのやっぱ変わりますよね全然。かだから、そうトゥーオーバス、それこそトゥーオーバスとかの、まあ、2人でこう近くなってる時にこうちょんちょんってやったりとか、あとなんか両端にこうスーって最初歌って離れてって、こうお互いにパンってやって寄ってくみたいなところとかも、最初やっぱダンスの先生的にはもうちょっと最初違ったんだけど、やっぱあ静かそれやらないですって感じでこう言わせてもらって、そう好きにこう静かイメージしてやったりとか、自由度が高くやらせてもらえたのもね、ありがたかったですよね。そんな裏話ありつつ、皆さん本当に来ていただいてありがとうございました。たくさんの感想本当にありがとうございました、ね、まだまだやってない曲もたくさんありますし、またいつかこんなね機会がありましたら、ぜひとも皆さん現地に来ていただければと思います、お願いします。はい、お願いします。ということでありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。ではここで1曲お届けしたいと思います。ラモーナ・ウォルフ CV 田中みな実で So Long Say Goodbye。ここからはこちらのコーナーです。今週の夢捨てチャレンジ。はい、今週も2人で夢捨てをプレイしていきます、今回は夢のステラリウムをプレイしていきたいと思います。こちらは11月12日に開催されたシリウス主催の合同音楽公演にて発表された初の全員歌唱楽曲になります。ほんと全劇団ね、豪華ですよね。ちょっと何人いるか分かんないけど当然何人だったっけな。そうとりあえず本当みんなで歌ってるみたいな、歌ってるやつですよね。すごいですよね。どうだったんだろうね。完成とかでもすごい、あのイベントでもさ、最後にあのみんなであの曲歌うのめっちゃ良かったけどね。エモかったですよね、めっちゃいいなって思いながらやってた。素晴らしい。しかもなんか結構ね盛り上がってくれましたね、初披露楽曲ということで、うわーみたいな感じで、ね、喜んでくれて嬉しかったなと思うんですけど、ああいうサプライズはやる側も嬉しいですね本当 に, 本当にどうかな。じゃあ早速、プレイしていきたいと思います、私ハードでプレイしたいんですけど、前回あのアドバイスいただいて、あの開始位置、ノーツの開始位置を下げられるというので、私前回はちょっと下げすぎちゃったんで、前回よりはちょっと高めの位置に設定しております。はい、で6ぐらいでやってみます、速さ。頑張るぞ頑張れ頑張るぞ。いやこれ結構あの私ココナのパートがソロで歌うとこがあったりして、めっちゃ緊張しました、ライブの時。あーそうね、夢のステラ突然来るんだよね、それまでみんなで歌ってんのにさ、夢のステージ始まるのは未来。お、もう踊れますから我々。そうですよ、でもこれ大して踊りやってないんだよねもう大体ほぼこうやってリズム取ってるだけだからそうなんですよねなんか懐かしい、こ
このリズム取るやつも各々みんな自分のキャラクターのポーズを考えて、私はなんかホームページとかのイラストの静かを参考にしてる感じ。そう、なるほど。そう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 。踊ってくれてる。いや本当覚えやすい振りで助かった。本当に。あ、私この、うん、あ全然失敗してますけど、うん、でもやりやすいです。あの奥から登場してくるように。めちゃくちゃベスト。確かに。ちょっと手前、奥のちょっと手前ぐらいから見てますね。はい、やりやすい、うん、40覚えてきます。ノーツ距離40、ノーツ距離40、それ見つけた、自分のやりやすいやつ、はい、全然失敗してるんですけどえでもなんかめちゃくちゃいい、40の6やりやすいかも。イエーイ133こんばん。たまになんか全然違うとこタッチしちゃうんですよね。どんどんずれてきちゃって、こういうとことか、あもう そっち見るのに一生懸命になっても手元がどんどん手元がどんどん前痛いよね、上がってっちゃう私だ、一緒だあ結構良かったんじゃないですか今。いいんじゃないですか、はい、じゃあ次はずみさん。はい、はずみさんはもう どこでやんだっけ。これです、これです。あこれか、設定で、私マジで初期が大好き、初期設定中詳細で、詳細のところでノーツ1、ノーツ表示開始1、はい、をマイナスにしていくと奥に、え、これゼロが初期ってこと。ゼロが初期みたいな、ゼロが一番奥から来てくれる、うんうん、一番奥から来てほしい。そうしよう。なんか例の幅とかも変えられるんですよ ねすごい。ちなみに私夢のステラリウム今ほんと正真正銘初プレイです。初見プレイ、一回も見てないです。初見プレイでエクストラに挑戦します。頑張れ、いけるかな。一回目はわりかしね、なんかあーそうくんのね、そうくんのねでなんかごたつくん。確かにハードとエクストラと全然違いますからね。そうなのよ。さあ歌うぞ、みんなこのイベントイベント歌うぞ歌って、おこの夢のステージがここのパートのソロなんですよ、うん、そう最初ね、一人でどうしよう、なんか変な夢のとかうわーいなんだへいへいへい、早い、でもすごい、確かにこれ初見やばい、あそうやってリズム取ったんですね、両手で、これはもうとダンサーさんの真似しました。あーくそ、この後謎に私ブリンマイガーって、謎じゃないだろ別に、マイガーこのなんか追っかけのブリンマイガーって私ここの夢のステリウムやっぱ耳なじみがあったって当たり前なんですけど一回歌ってるかな、レコーディングでなんかすごい自信持って全然違う人のパート歌っちゃってましたいやわかんないよ、もういいんだよ全曲だからいいかな。そうだよ、あの人のソロパートを奪うとかじゃなければそんなじゃなかったですけど、うわ なんかもう浮かべますもん、あの綺麗な客席がね、これで後ろ見て、うん、見ていてね、見ていてね、じゃあじゃあ、あーでも簡単だわ、あこれ優しい、夢のステラリウムは素晴らしい、優しいと思います、クリア、安定感のある静か、これさ、うん、この曲あれなんですよ、このサイズだと入ってないけどフルサイズのとこに一瞬なんかソロパートが静かあるんだけど、はい、でもフルサイズ聞くと本当うっすら言ってる、そうなんですか、生まれないよって言ってんの、あそうなんですね、あのみんなが劇団でこういうことに出てくるところで、生まれないよっていうやつが、あので配信されてるやつとか聞くと、うっすら言ってる、あここだうっすらなんだ、よく聞いてください、
静香が歌ってます。ぜひともぜひとも、はい、見つけてみてください。いやいい、なんかいいな、イベント終えてからこれ聞くとまたちょっと ね感じ方が、あと思い出す、うん、思い出すね。楽しかった。はい、じゃあ頑張ってきましたけれども、はい、ゲーム内ではですね、本日11月30日木曜日よりイベントベッドオンフェイスを開催中です、うん、オペラ座の怪人を終え、エデンの評判は上々、その噂は下町にも届き、イルルは地元で期待を寄せられている。一方初見は次回公演の配役で悩んでいる様子。普段は脇役に徹するイルルだが、本当はまだ夢をくすぶらせていて、面倒見がよく普段はバランサーに徹するイルルの本心に迫るイベントとなっています、うん、開催期間は12月8日金曜日22時までですので、皆さんぜひプレイしてみてください。皆さんもぜひ夢捨て遊んでみてください。以上、今週の夢捨てチャレンジでした。ここでワールドダイスターからのお知らせです。劇団ごとのアルバムの発売が決定いたしました。初回は12月27日水曜日に銀河座のアルバムプラネタリウムレビューが登場。他の劇団も順次リリース予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。現在ブロックチェーンゲームメイヤドラゴンラーメンとコラボ NFT が販売中です。ココナたちシリウスのメンバーが書き下ろしイラストで登場しております。コラボ記念イベントも開催中で、なんとキャラクターヒイラギノアをゲットできるチャンスもあります。 NFT 販売とイベントともに11月24日から12月24日までとなりますので、忘れずにチェックしてくださいね。さらにテレビアニメワールドダイスターのアベマ全話一挙配信の実施が決定いたしました。おー、嬉しい。12月9日土曜日のお昼12時50分より全12話配信となりますので、ぜひぜひご覧ください。はい、改めましてテレビアニメワールドダイスターは現在好評配信中、そしてゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムも好評配信中です。ぜひダウンロードしてプレイしてください。以上、ワールドダイスターからのお知らせでした。来ました、ワールドダイスターラジオわらじ。そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送ワールドダイスターラジオわらじまで。メールの場合すべて小文字でわらじjoqr.net waradi@joqr.net まで送ってください。また番組公式 X が稼働中です。収録後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送と同時に配信されていますので、お好きな方でお楽しみください。アーカイブはワールドダイスター公式ホームページのラジオの項目からも飛べますので、ぜひチェックしてください。はい、そして12月23日土曜日にこの番組のイベントの開催が決定しています。会場は東京茅場町の東京証券会館ホール。チケットの一般販売は今週末12月2日土曜日のお昼12時から在庫にて受け付けています。詳しくは番組 X のお知らせをご確認ください。ということで今回の放送をお送りしてきましたが、うん、今回もう ねライブの振り返りをたっぷりと、はい、させていただきました ねメールがねもっともっと来てるので、あ、そうそう、おまけコーナーで読んでいきたいと思います。はい、はい、そんなこんなでお別れのお時間となりました、うん、この時間のお相手はワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中と静香役の長谷川郁美でした。バイバイ。 この番組はゲームアプリワールドダイスター夢のステラリウムの提供でお送りしました。わらじのおまけ。あれ、吹けました。ワールドダイスター大鳥ココナ役の岩見真中です。静香役の長谷川郁美です。はい、こちらはワールドダイスターラジオわらじのおまけコーナーなんですけど、はい、ライブの感想の延長戦です。イエーイ、ありがとうございます。ラジオネームなぎりんさんからいただきました。ありがとうございます。早速ですが、先日行われた劇団シリウス主催合同音楽公演 in トゥースピットワナビーアスターの昼公演に参加させていただきました。開演すぐキャラクターと全く同じ衣装を着るシリウスのみんなを見て、すごい、すごすぎる、ステージにみんながいると感動のもつかの間。
畳みかけるようにアニメの振り返りを映像とともに皆さんのパフォーマンスで見ることができ、早々に私の語彙力は喪失喪失喪失。また他の劇団の皆さんのパフォーマンスは各々の劇団の特色が歌にもダンスにも現れていて、シリウスとは違う魅力に驚きや感動の連続。本編の余韻さえ冷めぬまま、本編の余韻冷めぬまま、まさかのアンコールでは全員曲夢のステラリウムのお披露目まで、あっという間にあっという間のひとときに終わらないでと本気で思うくらい楽しい時間でしたといただきました。ありがとうございます。嬉しい。いや嬉しいですね。なんかこの語彙力は喪失にいろんな色込められてて喪失やりたくなっちゃう言いたくなっちゃいますけどあでもほんと衣装ね、可愛かったですね。私もあんなになんかなんだろう、もうザなんだろう、あのママ、うん、あのビジュアルのママの衣装だと思わなくて、うんうんうん、あのライブのリハーサルの時に初めて見たんですよ、うんうん、かわいいって。かわいいよ ね、ああいうあそこまでちょっとドレスっぽいというか、うんうん、なんか、うんうん、ねえああいうのも着ることも他ではないので、ねえないんですしね、ちょっとなんかドキドキってなんかここにさリボンの、はい、ありましたね、レースのさ長いやつがついてて、はいはい、これがさあのシリウスの輝きのようにとかってさ、なんかもう こんなうわーとかってやるから絡まってくるの、あいつがあいつが絡まってきちゃって、しかも右ですしね。そうだから最初言ったらこれってあのなんか左にできないんですかねって言ったら、イラストがねこっちにね、そうなんですよね、あるんだよねって、じゃあそうです、じゃあ絶対に右ですそうだったんだ。こっちだとマイク持ってるからあんまりこぶれることがねなかなか少ないんで、こっちの方がねあれだったりするんですけど、ね、でも結構後ろが長い衣装だったじゃないですか、うんうん、だから裏ではみんなスカートだけ脱いで、あのスカートの下にあのなんだろう、ふわふわのスカート履いてるんですよね、うんうん、あの見えても大丈夫なように、うん、それで過ごしてましたね、裏でそれで過ごしてた、透けないからこれでいけるわっつってこれでいいわって言ってみんなで、そうそう幅取るんよやっぱりこう、そうなんですよ、もう豪華だからね、みんなぶつかるわけちょっとすいません、結構ねテーブルのものとか落としそうになったりするんだよね衣装とかって着てると裏では身軽でした。そうそうそう、はい、では続いてテューヒロさんからいただきました、ありがとうございます。岩見さん、はすみさん、こんばんは。こんばんは。劇団シリウス主催合同音楽公演 in 豊洲ピットわなびやスター町ねそわれ両公演に参加しました。ちゃんといじってま す, いじられました。本当もうほんとびっくり、私もびっくり、お二人はデュエットとして忘れな歌と Two of Us を披露されていましたね、うん、忘れな歌は歌声のみならず 細やかな所作や、表情目線など舞台全体を使ってかぐや姫の世界観を表現していたのが印象的で、同じ舞台上にいながらなかなか向かい合えなかったり互い違いに前後を向きながら歌っていたり、追いかけては離れていってしまうようなかぐやとミサオの切ない関係がひしひしと伝わってきて、一曲聴いただけで舞台のかぐや姫を丸ごと見終わったかのような充足感がありました、うん、Two of Usはココナと静からしさが存分に詰まった仕草や振り付けがとにかく可愛くて、歌唱後の MC で蓮見さんがテレビサイズかいって言っているのを聞いて心の中でそれと同意していましたいつかフルでも聞きたいです友達みたいなそれいやそうなんかあれかなと思ったけど突っ込んじゃったよね。いやなんか触れずにはいられなかったの確かにみんな多分2番続くと思って聞いてる中 でねえとかって思ってねえって思ってあれも可愛かったですよね。そうなんか突っ込んでみんなの気持ちを回収しようと思って、いや素晴らしかったみんなうんうん聞きたいまあね楽しみをいつかに取っといたと思ってね、うん、そうですね、わかんない後々あるかもしれませんから。確かにこの忘れな歌なんかさすごい衣装がドレスだったからさ、うん、そうでしたね、これちゃんと世界観表現したいなと思ったね、やっぱね、うんうん、和の世界観だからやっぱりお着物の感じの振り付けをしていただいてたので、袖持ってふわーってやってね、なんかその和のこういう雰囲気っていうのが、うん、うちらからこうちゃんと出せてたらいいなっていうのを思いながら、ね、だから翔さんもちょっと移動の時こう、あ、そうそうそう、わかる、手を加えてこうやって行ったりとかちょっと歩幅も小さくみたいな、うん、やってましたね。そうまたやっぱ私はこの歌しかさその役柄を背負った歌がない、確かに、そうそうそう、うんうん、だからなんかこの曲ならではの静かな踊りが出たらいいなって、うん、他はさっきね本編でも言ったようにこう、はいはいはい、ちょっとバーンみたいな感じやるけど、うんうん、他ちょっとしなゆらみたいな感じでやれたらいいなって思いながらやってましたね。
伝わってたら嬉しいですね。そんなこんなで、あら、もう本当、でも本当にたくさんいただいたんですよ。そう、あのメイク中読ませていただいて、うん、そうなんです、皆さん本当にありがとうございました。あのみんなの熱量が伝わるね、うん、量そうだね、全部本当、もうお手紙ぐらいの量、そうそうそう、わーってみんな書いてあっていただいて、ありがたい、ありがとうございます、本当に、ね、また機会があったらいいですね、うん、はい、お時間です、はい引き続きラジオ本編もお楽しみください。せーの、バイバーイ。